相手に使われると最強キャラに見えるけど、自分で使うと全然勝てないキャラ5選です。まあ、隣の芝生は青く見えるってやつですかね。ああ、すいません。ちょっとインテリジェンスが。すぐ出ちゃう。油断するとすぐアカデミックなとこ出ちゃう。ソニック。その圧倒的しょがり性能と相手の心をぐちゃぐちゃにへし折る、ある意味 NTR 的な性能に興奮して使用を開始するが、いざ自分で使うと横 B と下 B の違いがわからなくて詰む。そして完全なる引き起こすマポットと化して使用を中断する。あと普通に対戦してるだけなのに試合時間クソ長くなって、ソニックスカイの気持ちちょっとだけわかっちゃって、くっ殺せって感じの気分になりがち。あのベタだけどいいよね、クッコロ好きだわー。ベオネッタ、とりあえず横 B で突っ込んで、崖上がりも横 B で突っ込んで、とりあえずジャンプして横 B で突っ込んで、技が落としたらとりあえず上 B で舞い上がる、圧倒的熟女。復帰組織決めて、これはさすがに帰ってこれないっしょって思っても、毎回確実に帰ってくるよくわからん復帰力と、その圧倒的 B ボタン性能に惹かれて使用を開始するが、そもそもコンボができなくて詰む。そしてウィッチタイムボットと化した後、結局復帰ができなくて詰む。あと毎回ベオの復帰ようわからんとかほざいてるけど、トレモはしない。ルフレ、空中で狂ったように剣を振り回しながら電気と炎を撒き散らかし続ける強化ガオガエン。目をガンビラきながら無心で技を振り散らかす、そのメンタルに感銘を受け使用を開始するが、サンダーソードの使用が一生理解できなくて詰む。あとギガサンダー出そうと思ったらトロンまで溜めちゃって詰む。あとギガファイヤーうまいこと崖に当たらなくて詰む。あとリザイア決まっておいしいって心の中でイキリ散らかしてたら、思いのほかすってなくて勝手に恥ずかしくなりがち。ゼルダ、下 B を血流を流しながらかいくぐって、必死の思いで近づいてきた相手を容赦なく殴り殺す可愛いだけのゴリラ。女体化したキャプテンファルコン、その圧倒的近接ゴリラすぎる性能に惹かれて使用を開始するが、いざ自分で使うと、そもそもファントム生成してる間に殴られて詰む。あと反射持ち来た時のだるさが半端ない。あーきつっきつ、あーきつい。しか言えなくなる。リュカ、ネスの圧倒的嫌われ具合によって罪を逃れているだけのただのネス。やってることマジでネス。そう気づいた瞬間からオンラインで当たった時、毎回、あ、俺、負けるんだ。と思うようになってしまった極悪非道の俺の心クラッシャー。その圧倒的ダンス力と PK フリーズに当たって撃墜された時の、結構レバガチャしたけどね。感に感銘を受けて使用を開始するが、当たり前のように復帰ができなくて詰む。